本共産党二比総平参議院議員でございます。新宿駅ご利用の皆さん、一日のお仕事お疲れ様でした。まだこれからもお仕事が続く方も終わりかと思いますが、ご一緒に安倍政権の暴走政治を何としてもストップをし、暮らし平和、みんなの願いが本当に生きていく政治を作るために、日本共産党全力で頑張り抜いています。本日はこれまでもお話があってございますように、地元新宿の区議会からは近藤夏子区議、都議会から藤田涼子都議、そして衆議院の畑野君恵議員、私参議院議員で弁護士の二比総平揃いまして、日本共産党そして後援会の皆さんとご一緒に、安倍総理が野望だと言って進める憲法とりわけ9条の改悪を絶対に許さずに、憲法を暮らしの中に政治に本当に生かしていこうと、皆さんに署名の呼びかけをさせていただいています。全国で党派や心情の違いを超えて、3000万人を目標に、5月3日の憲法記念日5月に向けて絶対に集めていこうと、みんなで頑張っている署名です。3000万人と言いますと、日本の国民有権者の皆さんのおよそ4人に1人の署名を集めて、安倍政権のこの憲法9条改悪をという、この野望を孤立させ、国会での国民投票の発議なんて絶対に許さないぞという署名なんですね。ぜひ皆さん、憲法とは何か、皆さんの暮らしや職場や子どもたち孫たちのこれからのこと、ご一緒に本当に考えて、ぜひよろしかったら署名にご協力をいただけないでしょうか。安倍総理は年頭の記者会見でこの憲法の問題についてこう言いました。希望が生み出されるような憲法があるべき姿を国民にしっかりと提示すると言うんですね。希望が生み出されるような憲法なんて、皆さん、私たちの日本国憲法の恒久平和、人権の保障、そして民主主義という日本国憲法が示す希望を、数の力で、力ずくで打ち壊してきたのが安倍総理の政治なのではないでしょうか。憲法に一番縛られなきゃいけないのが総理大臣です。その安倍総理が戦後の政治のありようや憲法の力を戦後レジウムなんて悪口を投げつけて、この戦後の体制から脱却する、こう言って進める憲法改悪のスケジュールというのは、皆さん、憲法が国民のものであるということ、そのことを180度覆してしまおうとするものになっているのではないでしょうか。確かに国会では衆議院参議院、この憲法改定に積極的だと言われる議員が自民党公明党や維新希望など3分の2以上を占めていると言われていますけれど、国民の皆さんは例えばこの間の総選挙でも憲法を変えてくれなんていう声を上げてなんかいませんね。逆に10月の総選挙の直後に行われた世論調査、新聞の世論調査では、この1月に始まる国会の通常国会、ここで憲法改悪の国民投票の発議を行うのは反対という声がなんと 68.4%、 国民の皆さんの
7割にも上っているんです。自民党を総選挙で支持したという方も 55% 近くの方々が憲法を変える手続きをこれから進めるのは反対だと声を上げているんですね。国民の皆さんが憲法改悪には反対という大きな声を上げているのに、総理大臣が自分の異様な野望を推し進めるためにまたしても官邸の力の押し付けで大切な憲法を変えさせることなんて絶対に許してはならないのではないでしょうか。主なステージ、メインの舞台、主戦場はやっぱり草の根だと思います。皆さんぜひ一筆一筆の署名に憲法9条改悪は許さないぞ、憲法は国民のものだ、その声を託してください。今自民党の議員たちに話を聞くと、もうこの安倍総理の力づくのやり方はついていけないとか、次の選挙を安倍総理の下で行うともう大敗北をしてしまうとか、そんな戦々恐々とした思いが語られています。与党の公明党の中からもこの安倍会見には慎重という声が上がっていますよね。けれども私たち国民が大きく草の根の中で声を上げてこそ、この国会の中での与党や改憲派と呼ばれる議員に楔を深く打ち込んで食い止めていくことができる。もっともっと大きな憲法を守り生かそうという力を国民の皆さんからぜひとも一筆一筆の署名として託していただきたいと思うんです。日本共産党は安倍暴走政治を許さない、憲法9条改悪を許さずに生かして頑張ろう、そういう国を作ろうと、党派を超えた市民と野党の共同前進させるために全力で頑張り抜いています。どうか皆さんご一緒に力を合わせましょう。署名をどうぞよろしくお願いを申し上げます。皆さん、国民の皆さんの中で安倍総理はあんなふうに言うけども憲法は本当に大切、勝手に変えるなんて許せないという声がやっぱり上がり続けるのは、戦前大日本帝国憲法の時代の歴史と比べても、私たちの日本国憲法とその下での戦後72年の歩みが計り知れない重みを持っているのでからなのではないでしょうか。憲法と憲法に基づく政治を求める国民の声が戦後築いてきたこの計り知れない平和と民主主義、一人一人のかけがえのない人生を応援する政治へ、暮らしを守ってこそ、このかけがえのない重みを私たちは絶対に壊させるわけにはいかない。こそ主権者としてお一人お一人の国民の皆さんに憲法の計り知れない重みをご一緒にかみしめていただきたいと思うんです。今度の国会で安倍総理は働き方改革の名のもとに、実はもっともっと働かせ放題、絞り取り放題、そんな格差社会、過労死社会をもっとひどくする、そんな政治を推し進めようとしているんですね。皆さん、私たちの憲法にこれほどかけ離れている暴走はありません。憲法はすべての国民の皆さんに人間らしく働く権利を保障し、賃金や労働時間など働く条件は8時間働けば普通に暮らせる、人たるに値する、そうした労働でなければならない、そのことを保障しています。ところが現実はそこから大きくかけ離れ、大企業や富裕層が儲けを独り占めにする一方で、今本当は8時間
週1日8時間、週40時間、そういう仕事の時間が法律で決まっているのに、現実には残業せずに仕事が終わっている方々はわずか 5% に過ぎません。残りの大方の方々は過労死ラインだと言われる月80時間の残業を超えて100時間、百数十時間と残業を強いられている。子どもたち、あるいはご家族のとのご一緒の団らんの時間もなかなか持てず、休日も持てないという事態になっているのではないでしょうか。そうした今の異常な日本社会の働き方の実態をさらにひどくするような、残業代をゼロにしたり非正規派遣などの働かせ方をどんどん高級化してしまうような、こうした政治を推し進める安倍政治の方こそ憲法を踏みにじるやり方だと言わざるを得ないのではないでしょうか。人間らしい働き方を保障する憲法を壊す安倍政治、絶対に跳ね返して、皆さん憲法を暮らしの中に、職場の中に生かす、その責任を果たす政治をご一緒に作ってまいりましょう。介護や医療や保育、そして生活保護など、本当は人間らしい最低限の暮らしを保障する、文化的な生活を保障する憲法も、戦後ずっと自民党の政治の下で踏みにじられてきました。アメリカのトランプ大統領が秋に来日しましたね。 100% このトランプ大統領と共にあるんだと安倍総理は言って、アメリカ製の兵器をどんどん大量購入し、来年度の予算案でも 5.2 兆円もの大軍拡予算の一方で、介護や病院代、そして保育、生活保護、こうした社会保障の予算を大きく削り、負担増を推し進めようとしている政治は、皆さんの暮らしを直撃をしてしまうことになるのではないでしょうか。私たちはこうした格差を広げ、貧困を大きく広げていく政治が、経済のやり方としても大きく間違っているとともに、憲法の保障する一人一人がかけがえのない存在であり、老若男女すべての方々の尊厳を本当に大切にしようとする、この希望を打ち砕いていく政治、絶対に許さないと、ご一緒に力を合わせて頑張り抜いてきました。皆さん、今本当の希望を政治が作っていかなければなりません。その政治の責任は、これまで自民党の政治、自民公明の政治、こうした中で強行されてきた憲法の求める理想から大きくかけ離れ、憲法を踏みにじってきた政治をきっぱり正して、憲法が生きる時代をご一緒に作っていくところにこそあるのではないでしょうか。私は戦後70年振り返って、我が国の日本社会の最大の憲法問題は、安倍総理の言う九条改憲などでは全くない。憲法の理想に現実の国民生活と政治のありようが大きくかけ離れているところにこそあると思います。私自身、原爆や原発の裁判、そして薬害肝炎や建設現場でのアスベスト被害、そして性暴力の根絶など、さまざまな人権問題を現場から問題を解決し、そして本気の共同の戦い、本気の共闘を強めて、新しい政治と社会を作っていくために頑張り抜いてまいりました。憲法を生かす力、ご一緒に草の根から大きく広げてまいりましょう。その一筆一筆の力で、安倍政権の狙う憲法改悪、中でも平和民主主義人権の憲法の柱である憲法9条の改悪を絶対に許さないという声をご一緒に上げようではございませんか。
皆さん、安倍総理はこれまでもお話のあったように憲法9条に自衛隊を書き込むんだと言い、それでも何も変わらないんだなどと言いますが、そんな話は全く信じられませんね。2年前に安保法制戦争法を安倍政権は数の力ずくで国会を包囲する国民の皆さんの圧倒的な多数の反対の声を踏みにじって強行しました。日本が攻撃されてもいないのに地球の裏側まで自衛隊の若者たちを送り出し、米軍と一体となって今度は武力の行使をする、後方支援は当たり前だから、そのための軍艦や戦闘機やあるいは長距離の巡航ミサイルやとうとう欠陥機オスプレイも皆さんの大切な税金で購入をし、そして米軍と一体となった実戦の訓練を今日米合同演習などの形で沖縄はもちろんのこと、日本中の本土を舞台に行っているのが安倍政権ですね。すでに安保法制戦争法を発動して米海軍の軍艦を自衛隊が護衛をする、こうしたことが始まっています。北朝鮮の問題で緊張が大きく激しくなっていくもとで、万が一にも軍事衝突ということになれば、米軍は先制攻撃を辞さない軍隊です。一緒にいる自衛隊、共同するんだ、一体だと言っている自衛隊がまさに戦争の当事者になりかねない。それが安倍政治の戦争する国づくり、安保法制戦争法を発動していこうという、その事態の行き着く先なのではないでしょうか。20年ほど前に北朝鮮の大きな危機があったとき、アメリカ政府の国防長官を務めていたペリーさんという人は11月末の朝日新聞のインタビューで、万が一この軍事衝突に至れば日本はの被害は第二次世界大戦の被害に匹敵する、そう告発をいたしました。絶対に戦争にしてはならない。安倍政権のこの戦争をする国づくりへの発動、絶対に許さないという声を今こそご一緒に上げる時なんではないでしょうか。私たちの憲法9条は戦前国民の皆さんの自由や権利を圧殺し、植民地支配、侵略戦争に突き進んで、東京の大空襲もありました、本土各地の大空襲、沖縄戦、そして広島長崎への原爆の投下という痛苦の経験を教訓として、世界で進む戦争は違法だというこの大きな流れの象徴的な第一歩として、世界の宝として、戦後世界に私たちの日本が再出発していく公約として、二度と戦争はしない、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを否認するという、世界に誇るべき高級平和主義を宣言した憲法の柱です。戦後再軍備が進められ、沖縄をはじめ全土に米軍基地が置かれ、自衛隊がその米軍と一体となって戦争をする国に変えてしまおうという安倍政治の暴走が進む中でも、憲法9条がしっかりと皆さんの平和の声と力を合わせて、海外での武力の行使は絶対に許さない、派兵はさせないと大きな力を発揮してきました。安倍総理が憲法9条に自衛隊を書き込む、戦争法を発動するのが当たり前にする、安保法制を憲法が背中を押す、そういう国に変えていこうとしている中で、皆さん絶対にこの憲法9条に手をつけさせない、意味を変えさせるなんて絶対に許さないと、ご一緒に声を上げる時なのではないでしょうか。いよいよ
来週月曜日から国会が始まります。皆さんの暮らし、仕事をしっかり守り、人間らしい生活をしっかり応援する新しい政治を作っていくとともに、その根本である憲法9条の改悪を絶対に許さない、党派立場を超えた国民の皆さんとご一緒に大きな共同の力を広げて、日本共産党は力いっぱい頑張り抜いてまいります。どうか皆さんの引き続き憲法9条を守り生かし、改憲を許さない3000万人署名へのご協力を心からお願いを申し上げまして、私参議院議員弁護士の二比総平からのお訴えとさせていただきます。ありがとうございます。